おはようございまーす。ティレット、申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ、始めていきたいと思います。千年の夏、ね。まあ、千年はね、千年で合ってんのか？千年って言ってない？さっきから。去年って言うんだよね、普通。去年の夏はですね、アイスに助けられました。今年の夏はですね、アイスに一切頼っておりません。その理由なぜかと言いますと、もうアイスはね、あると、すぐね、やっぱ人を口にしてしまうもので、結果としてね、私の体重はね、17キロ増えました、1年で。ゆゆしき問題です。健康診断で軽肥満で出ましたもん。なので、今年の夏はね、アイスを一切合切食べてもいません。ただその代わりね、チョコレートが食ってんだよな。これじゃあ一切変わりません。でも、私には強い味方がいます。そう、Bring Hit Adventure。 いやー、さ、ちょっと見てほしいんだけどさ、こいつさ、クソ弱えの。モンバトにはいろんな多種多様なモンスターがいるんですけど、もうこいつクソ弱えの。何があって、見たらわかるように、賢さが134あるんですよ。で、賢者と組めばドルクマっていう呪文が使えるんですけど、賢者と組まないと使えないんですよ。ということは、賢者以外の職業と組むと、こいつはただのクソなことになり上がるんですよ。力22ですよ。力22で、攻撃なんですよね。昨今のね、ゲームみたいに、とあるゲームみたいに、特技は、一番高いステータスで汎用されるってわけでもなく、打撃で殴るんで、この力22で、殴ってるわけですよ。これじゃあ弱い。おまけに身の重りも素早さもさ、低いんだよ、こいつ。だから、今回の動画はちょっとね、モンバトビクトリーはですね、おしゃれ着というものが存在します。なので、そのおしゃれ着などを使って、マスターダブルスキャンとかを駆使して、賢者以外での、なんとか賢者以外での強さを発揮したいと思います。こいつがね、どれだけ強くなるのかね、ちょっと皆さんちょっとね、目をね、もう、見開いてもらおうかなと。めっちゃ強いんだよ。こいつめっちゃ強くしてやろうかなと思います。よろしくお願いします。さあ、準備ができました。横のお供2体はね、ちょっと適当に消えました、割と。亡霊剣士っていうやつがいまして、その亡霊剣士もカノンと似た性質持つんですけど、亡霊剣士の方が明らかに強いんだよ、これ。技のね、なんかね、範囲とか、役割も被ってるし、回避率高いのも一緒だし、亡霊剣士の方が強いんじゃねえかって思うんだけど、皆さんちょっとそこはね、目をつむっていただく形でね、よろしくお願いします。今回の主役はカロンなんでね、あくまでね。はい。で、おしゃれ着もね、カロンが強くなるようにね、ガッチガチに固めてきましたんでね、今日は、そのカロンの強さに皆さん驚くことでしょう。はい、驚いてもらいましょう。それでは登場、亡霊剣士カロン、ダンスドラゴン。さあ、森ダンジョンのね、3体です、一応相性は発動してます。なんで、カロンの賢さがね、これによってね、184になるんですがね、はい。意味はありません。さあ、真ん中にカロンを従えて、いざ行かん。レディーファイト、行くぞ。ユーのチームに命令を与えるのだ。行くぜ。さあ、みんな行こう。まずは、飛来神から。この、力22というね、悲しいステータスを背負ってね、もうね、大会でも使う人なんていないですよ、こんなの。
この悲しいね、ゴーを背負った215。硬い。デインが215しか効かないんですよ。あ、んで、あ、痛恨。あ、大丈夫だ。痛恨かと思った。一瞬。よし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 、大丈夫だ、大丈夫だ。脅かす。そんなのね、カロンは脅かすなんかひるみません。屈しません。早速カロンはね、やらかしてしまいました。さあ、お供引退が頑張ってくれ。必殺剣、稲妻斬りいきます。せーの、よいしょ。399、強いね。お前は何をやっとるんだ。主役、主役。主役よ。今日の動画の主役なのよ。さあ、お供2体もね、頑張っております。377。さあ、頑張ってほしいね。カロンには。ここからね、カロンのね、本気をお見せしましょう。カロンも、別に、モンスターマスターのいいところっていうのはね、あ、やっぱそこ行くか。モンスターマスターのいいところっていうのはね、そのモンスターがたとえ弱かったとしてもね、その進化を発揮させることができるってことですよ。いいねー。ダーストーンが硬いなー。ダーストーンも強えなー。さあ、カロン、お前もね、隣の2体みたいになれるんだよ。いいよー。386。いいダメージ出てるよー、ボーレ検知。お前も横の2体みたいにね、強いモンスターってなれるんだよ。その可能性を秘めてる。さあ、お供2体がね、お膳立てをしております。いいよー。さあカロン、頼んだ。いけ、お前の雷術を見せてやれ。雷との攻撃、いくぜ、いくぜ。強いお前。強いお前。いや、すげえよ。横の2体がさ、まあ、400弱かな、うん、400弱与えた中、1人だけ456とかいうさ、ふざけたダメージ与えたからね。これがモンスターマスターですよ。モンスターマスターのね、効果によってね、力を底上げしたり、まあ、特技の威力をアップとかいろいろあるんですけど、その中でね、今回はね、カブト、ロトカブト小僧って言うんですけど、まあ、効果出しとくわ。それをスキャンしてます。で、かつ、おしゃれ的にバッキバキに強化してあるんで、力を。力をバキバキに強化してあるんで、おいいねー。さあ、お前も続くんだ。肥大七に行きます。行けふっ、おら、うわ、150出てるぞ、お前。カロンすげえぞ。カロン150とか出てんだよ。すごくない？亡霊剣士はね、亡霊剣士と似た性質の技なんだけどね。サンダーボルトも、ね、飛来心も。こんな出るんだね。モンスターマスターの強化って偉大だな。こんな強いんだね。すごいすごい。これはもうね、もう、相当優秀なアタッカーの誕生ですよ。じゃあ、ここはもうね、スパッと突破します。いつも通り。いや、これはもう、明らかに、最強のアタッカーでしょ。カロン強えぞ。あ、6やべえ。それやばい。いった、ういった !601! 向こうも負けてねえ。向こうも負けてねえぞ。オッケー、いいよ。さあ、カロン決めてくれ。カロンが決めてくれ。終わりよ、この動画は。強いぞ、カロン。ここまでお膳立てするとすげえな。まあ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 、耐える耐える。いい、避け。さあ、亡霊剣士が走り出してしまいました。あら。呼び寄せるー、サンダーボルト。よいしょ。カロンは、あ、だってあいつ、足の遅さはどうしようもないもん。お、続くぜ、この動画。さあ、相手は誰かな、誰になるのかな。魔王にもいろいろいるんだけど、無道の登場です。雷がね、あんま効かない魔王が出ちまったな。おっと、上空から巨大な山が。さあ、ここからですよね。まあ。悪夢、やばいな、悪夢。あ、カロンやばい、それ。カロン弱点取られてる。やばい、やばい、避けろ。避けます。
うわあ、カノン、耐久面はどうしようもないな、お前。お前、耐久面どうしようもねえぞ、お前。確かに力は上げたけど、耐久面は上げてねえな。力に固執するあまり。さあ、亡霊剣士、クラーク、いきます。雷を呼び寄せる。でも、雷強いからあんま効かねえと思う。避けられとるわ。避けられてもうてるわ。イカズチの息。お、これはカロンの耐性が息しますね。雷強いんで、カロンは。はい、オッケー。さあ、カロン行け！雷術、行きます。雷の力で攻撃に行くぜ！おらー！うわ、強いな、お前。強え !330 だって。すごい！行け！ダンスの攻撃決めた402、あれあれいや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 、違う、体勢の問題だから、これは。これは体勢が悪い。体勢がね。うん。体勢の上から330出したっていう事実は変わらないから。うん。カロンは強いんだよ、きっと。おー！おお、これはちょっとね、面白いものが見えそうですな。デスタムーアさん。デスタムーアっていうのは、まあ、6の大魔王なんですけど、雷弱点です。ということは、500ダメージも夢じゃねえんじゃねえかな、カロンが。500を出す瞬間も。いくぞ !355! まあね、身の守り高いからな。さあ、亡霊剣士のサンダーボルト。サンダーボルト、いけ！よい！よいしょ !457! いいダメージ出てるよ。幻魔剣から入ってくるか。いやー、これやばいね。食らったね。うわー。あ、亡霊剣士！さあ、カノン頼むぜ。お前の力に期待してる。いけ、飛来神だ、いけ！うおー！566! 566! すげー！いけ、飛来神！いけ、雷を呼び寄せろ！いけ、うおー！強すぎる。強すぎるか？最強モンスター誕生したか？エビエテンやばい！おー、でも、ダストゴンにいたのは大丈夫か。亡霊剣士大丈夫だ。カロンがね、削ってくれている。すごいぞ、カロン。こんなに強くなるんだね。モンスターバトルビクトリーはやっぱね、そういうところがある。おしゃれ着とか、マスターダブルスキャンを活かせば、もう不可能なんてないんだって思うね。分からせてくれる、このゲームは。すごいぞ。こいつクソ弱えんだよって言ってたあの時の俺をさ、撤回したいわ。めっちゃ強いじゃん、カロン。めっちゃカロン強いモンスターに見えてきたぞ、おい。さあ、ここのターン行動ランダムですね。さあ、当たるところ。1、2、3。よいしょ。オッケー、いいよ。このターンで決めてくよ、もう。稲妻斬りだ！必殺剣！稲妻斬り！いいね、394！ ただ、そんだけしか出ねえのか。俺にはこの雷術がある！行くぜ！行け！行くぞ！おら！464！ 気持ち良すぎだろう！さあ、最後は究極雷呪文！ジゴデイン！オッケー！カロン強かった！めっちゃカロン強いじゃねえか、お前！もうクソザコカーなんて言わせねえぞ、これは！やってきたのはハーゴの神殿。ここでね、カロンたちはね、とある敵と戦っていただこうと思います。デストマは正直ね、白目っていうのはね、弱かった。うん。さあ、雷に強い相手です、相手は。破壊神指導。さあ、そのね、雷耐性をね、ぶち破れるか勝負しようや。雷が効かない相手に対してはさ、まあ、物理で殴っていくしかないわな。まあ、ただ雷術も稲妻斬りも、
まあ雷を含んでるからダメージはあんま出ないんじゃないかな。やばい、合計やばい。ああ、避けるクラーク。ああ、いった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 。いったクラーク、戦弱食らってるぞ、お前。稲妻切りで、どんぐらい出るかな。せーの。よいしょーです。さあ、続けカロン。雷術いきます。いけ、雷と共に攻撃。よいしょー、うわー、673! 規格外みたいなダメージ出たぞ、今。規格外のダメージ出たぞ今。すごいな。なんじゃ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 、ピカッて光って豆電球、素晴らしいダメージ出たぞ。いや、ジオスパークやばいな。うわ、やばいなこれ。向こうの攻撃も強い。さあ、雷術使って、おい、いや、345出んじゃん。おい、やるじゃん。345だよ、耐性の上から345。平均ダメージが大体250ぐらいですよ。モンバトってね。ああ、やっぱこんなもんだ。そんな上からね、こんだけ出せりゃ十分ですよ。ダースドラゴンのアサルトクローに負けず劣らずのね、活躍をしております、カロン。ただちょっときついね、これ。ちょっときついね。回復挟もうか。ちょっとここ回復挟んで、そうしないと地獄の豪華でやられちゃうから。ただここのターンにね、いてつか波動を引き暴れれば全然変わってくる。さあ、稲妻切り、ここのもん大事。波動か、それだったらね、4ターン目にね、マリベル城を呼んでもよかったんだよ。ただまあでも、耐えるんじゃねえかな。さっき邪神の冒険があれだったんでしょ。次のターン耐えればこっちの勝ちですね。いや、火力ある、カロン。お、雷術いった。よし、会心狙おう。神の力で殴りかかる、行くぜ。よいしょ、いいね。これあまり聞いていないぞーっていうさ、アナウンスがもうね、何にも聞こえない。めちゃくちゃ聞いてるように見える。これをあまり聞いていないぞと言わせないぞ。さあ、必殺剣、稲妻切り。よいしょー、大事だよ、ここのターン。え？避けろ！え？ちょっと待って、耐えるかな？頑張れ、耐えろー！なんや、520っておい。力のケアはできたけど。耐性のケアはできなかった。